原付スクーターのリミッターに関してお話をしていこうと思います。合わせて理論的に最高速度がどれぐらい出るのかという計算の方法についてお話しいたします。最初に結論を言ってしまうと、原付スクーターには速度リミッターというものはついていません。それでは速度制限はされていないのかといえば、そういうわけでもありません。原付スクーターの場合、各種パーツの組み合わせやエンジンの回転数によって最高速度が制限されています。原付スクーターの最高速度に関係するものとしては、変速比、一時減速比、二次減速比、タイヤサイズ、エンジンの最高回転数、それからエンジンの出力ということになってくると思います。これらのうちの上の5つから大体の最高速度を計算することができます。別の言い方をすれば、これら5つの数字によって最高速度が制限されているということも言えると思います。なお、これらの数字はエンジンの最高回転数以外はカタログなどで調べることができます。計算方法についてお話しする前に、これらの各項目について少し説明いたします。まずは変速比について。これはプーリーの形状などによって決められてきます。プーリーを加工することによってこの数字は変えることができます。このプーリーは写真の左側、写ってはいませんが、この辺りについています。次に一時減速比と二次減速比についてです。これらは、写真にはこれもまた写っていないのですが、左右の丸いパーツ、この奥にある歯車で決定されています。残りの項目については説明不要かと思いますので省略いたします。それでは最高速度の計算方法についてお話しいたします。ここからは1998年製ライブディオのデータをもとにお話をしていきたいと思います。ライブディオの場合は変速比が 0.850。 この変速比は変動するのですが、最も小さな数字を使います。一次減速比は 3.500、 二次減速比は 3.461、タイヤサイズは外径 414mm、 最高回転数は8000回転となります。この最高回転数についてですが、ほとんどの原付スクーターの場合、経験上8000回転ぐらいになっていると思われます。まずは変速比と一時減速比、それから二次減速比の数字を掛け合わせていきます。この場合は 10.926 になります。この数字の意味なんですが、これはタイヤが1回転するときにエンジンが何回転するかという数字を表しています。つまりエンジンが10.926 回回転することによって、タイヤが1回転するということになります。次にタイヤの外周の長さを求めていきます。タイヤの外径かける円周率ということで 1301mm となります。速度はキロメートルですので、ここで単位を変更してキロメートルに直し 0.0013km ということになります。
続いてエンジンの回転数を1時間あたりの回転数に変更いたします。8000回転 ×60 ですね。これで48万回転パージということになります。それでは今まで計算した3つの数字から理論上の最高速度を計算していこうと思います。まず1時間あたりのエンジンの回転数48万回を先ほど減速比などから求めた 10.296 で割ります。これはエンジン48万回転についてタイヤが何回転するかという数字を求めることになります。そしてこの数字にタイヤ1回転あたりに移動する距離ですね、 0.0013 キロをかけることによって最高速度を求めることができます。この場合の最高速度は 60.6km ということになります。あくまでも理論的な最高速度ですので、この速度になるかどうかは整備の状況や走行する状態などによっても変わってくると思います。ここからはうちにある3台の原付ライブディオ AF35、 ディオ AF62、 レッツ4 CA45A についてどうなっているのかをお話ししようと思います。まずはライブディオ、理論上の最高速度、先ほど計算した通りノーマルでは 60.6km、 まあ、だいたい 60km ぐらい出るのではないかと思います。現在はプーリーを加工してありますので最高速度は、まあ、メーター振り切ってますので、まあ、70キロぐらいではないかなと思います。でその時の回転数なんですが7000回転までしか回りません、まあ、これは変速比は 0.64 ぐらいになっているのではないかと思うんですが、その影響でこれ以上は回転数が上がりません。多分変速比をもう少し大きくすればその分回転数が上がることになるとは思いますが、最高速度は多分変わらないと思います。エンジン出力を上げるような改造をやらない限り、まあ、最高速度についてはこれが限界ではないかと思います。続いてはディオです。この原付は4ストロークのキャブレター車です。ノーマルの時にだいたい57キロぐらいが最高速度だったと思います。でまあ、計算でいくと、まあ、8000回転だと53キロ程度になってしまいますので、これはまあ予想ですけども、最高回転数は8500回転ぐらいではないかと思います。ディオについてはハイスピードプーリーを現在取り付けてあります。最高速度が65キロぐらいになっているので逆算して変速比は 0.75 ぐらいになっているのではないかと思います。続いてレッツ4、これは4ストロークの F1 車になります。この原付にはデジタルタコメーターが取り付けてあるのですが、加速中には8000回転を超えて回っているように表示されることもありました。しかしずっと走っていると結局8000回転程度になりますので、まあ、最高回転数は8000回転で間違いないのではないかと思います。ノーマルの時は私ほとんど乗っていませんので何キロぐらい出ていたのかよくわかりません。まあ、ただ計算上では、まあ、57キロ程度ではないかということになります。現在レッツ4はプーリーの加工、それからタイヤのサイズアップをしてあります。変速比については、まあ、最高速度が65キロぐらい出ていますので逆算して 0.75
0.720 ぐらいになっているのではないかと思います。タイヤのサイズについてはもう少し大きなものも取り付け可能なんですが、そのタイヤにするとセンタースタンドが地面から浮いてしまうということなので 3.00iPhone10、このサイズを取り付けてあります。最後にライブデュオ ZX について計算してみました。ノーマルで67キロぐらい出るということになります。スポーツモデルですから、それぐらいはありなのかなという気もしますが、この原付改造すると80キロ超えてくるということらしいので、いずれ機会があれば触ってみたいなと思っています。こういった計算をしておけば、現状と比較して整備が必要なのかどうかといった判断の材料にもなると思いますので、よろしかったら計算してみてください。